次カチカチ前しかな。カチカチ妖怪に関しては、お腹で後みたい。無課金サブアカに至っては、全員持っていないので、ぜひともカチカチ復刻来てほしいところ。ジャトラブどうも、キノコです。やってきました8周年ゴルフイベント。8周年という名の周年要素がクソほど皆無な通常ゴルフイベですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。無課金サブアカでは今見ての通り、ラッシャー2校のイベント全攻略を目指して、ドリンク稼ぎをしている今日この頃であります。ドリンクドロップ率の高い強敵ゴルフを元気5ずつで猫パンチすることにより、かなり効率よくドリンクを稼ぐことができてしまいます。ですけどもいつものようにただただ普通にドリンクを稼いでいる絵を見せてもつまらないということで、今日の動画では題の通り、一気に猫パンチを複数回行い、最後にまとめてアイテム報酬結果画面を表示させたら、一気にどれくらいのアイテムがドロップしてくれるのか、気になってしまったため、検証していきましょう。いつもなら、一個ずつ、ちまちまアイテムドロップ画面を見ているため、いまいちドリンクドロ率が低いように感じて、ドリンク周回モチベが下がってしまいますが、今回はこの企画のために、私のサブアカを駆使して、同タイミングに計7体もの強敵ゴルフを出すことができましたので、あとは、この7体すべての強敵ゴルフを倒しきらないように、猫パンチして、その後、他のアカウントで、とどめを刺してもらったら、あとは再び、プニにログインすれば一気に、7回分の強敵ゴルフ討伐報酬がもらえるというわけでございます。前準備がかなり面倒くさい企画ではございますが、とりあえずはこのまま、猫パン続けていきましょう。前回のホナカの動画でも紹介しましたが、今回のイベントマップの隠しステージでは、誰でもトリプル S の極生ハゲが入手できてしまうため、まだ極生ハゲを持っていない無課金サブアカにとってはこれは一大事ということで、早速仲間にしていきましょう。ただこのステージでは、カイマ族キャラしか使うことができないため、パッと見無課金サブアカでは攻略が難しそうなステージに見えなくもないですが、安心してください。過去に開催された、プニガミの闇場所にてちゃんと、カイマ族バフマンとジェットソラナキさんをゲットしているため、火力面に関してはそこまで心配する必要はありませんね。この無課金サブアカでは意外と極妖怪シリーズのキャラは揃っており、何かのハイスコインより極土の子と極吹雪姫、ゴルフ報酬より極武士ヤントリンネをゲットしているため、それなりに極妖怪シリーズに関しては5円のある無課金サブアカでございます。おお、そして無事極生ハゲがドロップ、5体目の極妖怪ゲットというわけで、残るは極おろち1体のみということになりました。早くお出迎えしたいところですね。いやはや、今回のイベントでもやってくれましたね。運営さん、取り巻きステージの一つ、裏ステージ4の1の特攻が、またもや、課金限定キャラのみとなっております。つまり、この無課金サブアカが、このステージをクリアするには、特攻なしでの攻略を、余儀なくされているということであります。前回の特攻なし攻略ステージであった、ワカメスターステージでは、Z ランク以下縛りというのもあり、正攻法で勝つことができなかった結果、バックスルー戦法という、強行突破に出ましたが、今回の特攻なし攻略ステージである、プニキュービステージでは、前回のワカメスターの HP37万よりかは少し優しい HP32万というわけで、これくらいならワンチャンジェットエンマパを使えば正攻法でも勝てなくはなさそうなので、とりあえずはエンマパで戦ってみましょう。前回のワカメスター戦にて Z ランクのスーパーフィーバー技を持つハオリンネをゴリゴリに育成していたので、今回もこいつメインで戦ってみたいと思います。フィーバーに入ったらとりあえずまずはハオリンネを打って、フィーバー内の火力を上げつつ、タップ技と技ゲージタネルマンたちを使ってもう一度ハオリンネを打ちに行きます。そして一通り技を打ち終えましたが、まだ HP に余裕があるというわけで、ついでに暗黒神も打っていきましょう。少しでも火力の足しになってくれれば幸いです。地味にエンマ族の復活マンがこのアカウントではこいつしかいないため、早く展示支援マなどが欲しいところではあります。そして最後はとどめのハオリンネを打ってしまって、無事フィニッシュできるのでしょうか。おお、クリアです。裏ステージ4の1のプニキュービステージにて、特攻キャラなしでも無課金サブアカ攻略できました。ギリギリの戦いではありましたが、無事クリアできてよかったです。ハオリンネ君もちゃんと育てた価値がありましたね。さあ、今回もやってまいりましたよ。コイン処理コーナーのお時間です。まずは、前回のサマーゲートイベントにてゲットできたガールコインGを3枚引いていきましょう。さて1枚目からは何が出る？おお、Z ランクの鬼姫覚醒夏目さん。この子は特に何の変哲もない Z キャラに見えなくもないですが、この子をセンターにするとバトル中の BGM が変わる特別なキャラなため、まあ良きでしょう。続いて2枚目からは誰が出る？おや、虹演出。虹が来たということはダブルデータ以上が確定。さあ誰が来る？おお、ダブルデータ来ました。イサザナミクローンさんです。この子はダブルデータの中でも特に何の変哲もない普通のダブルデータですが、まあ Z ランクの一つ上のキャラが出てくれただけでも感謝しておきましょう。そしてさあ最後の3枚目。3枚目からは何が出る？ああ、ザコイホーのお松さん。このお松さんはあまり使えない上にもう所持済みなんですよね。残念です。そしてさあ、続いてはお祭りコイン2900万。前回のイベントにて3枚このコインが配布されていたのですが、うち2枚は前回のコイン処理コーナーで引いたものの、ラストの1枚がまだ回せていなかったので、そちらを回していきましょう。お、これは大当たりです。
Z ランクの山吹鬼が降臨しました。この子は、転生レジェンドシリーズのステータスアップキャラであり、持っているだけで自身のステータスが上がってくれるキャラなため、この方は出てくれて本当に良かったです。そして、続いては、前回のイベントクエストにてもらえた、超ニャンボコイン。こちらも1枚回していきましょう。いやいや、土野郎てめえ、ニャンボコインくらい貯めとけよという声も聞こえてこなくもないですが、この動画の撮影時は、オールスターズニャンボが開催中の時期で、Z ランク枠がニャンボキャラしかいなかったため、周回クソ強スキルを持つ、ご来光ボーイが 6.4% の確率で出現していたのです。なのでそいつを狙って、単発ニャンボ行ってきます。さあ果たして誰が出るのか？最後は今回のログインボーナスにてもらえるノーマル8周年コインを回していきましょう。こちらの一番の当たり枠はトリプル S のごっつきのこなものの、私はもうすでに持っているため、まだ出ていない極妖怪シリーズである極おろちなんかが出てくれればすごく嬉しいですね。ああ、トリプル S の超覚醒反像、何の変哲もない普通のトリプル S です。まあ、ダブル S が出なかっただけ良しとしましょう。さあ冒頭シーンを見ていた皆様、お待たせいたしました。プニガミを計7体、猫パンチし終わった後に、他のアカウントでとどめを刺してきたので、あとは同時に大量に送られてくるアイテムたちを眺めるだけでございます。プニガミを7回、猫パンチしたということは、ゲンドリが最高で、7本同時に落ちるというわけですね。私の、ゲンドリ同時ドロップ最高記録が計3本なため、今回はぜひ、それを超えてきてほしいですね。そしていっぱいプニガミが死んでいる。さあ果たしてドリンクは落ちているのか？おお、まあ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 耐えでしょう。さすがに同時に複数本ドリンクドロップとまでは行きませんでしたけども、無事1本の電気ドリンクが落ちてくれました。強敵ゴルフをこんなにも倒してドロップしたドリンクが1本だけとは、少し少なくないかと文句を言いたくなる気持ちも山々山たんですが、まあ落ちないよりかはマシということで、あとはこの調子で今回もイベント先行役を果たすために、引き続きドリンク稼ぎに勤しんでいきたいと思います。というわけで以上、こんな感じの無課金サブアカ動画でした。それではさよならピンピンピストルーバー、キューン。